ございます。今日朝、土曜日、土曜日のおよそ300m 朝左折専用レーンがあります。土曜日朝です。今の時刻は6時50分ぐらい。結構ね、今回熊本市内に泊まっていたので、オートポリスに向けて結構若干ね、時間が遠いから早めにホテルを出発して、みんな眠い状態で向かっております。朝が早いです。はい、で今右京君と合流し向かってるところです。運転はトレーナーに任せて、僕ら二人は寝たいと思います。運転は任せてください。はい、おやすみなさい。顔が全部違う。プーさんか。そう、音速のプー。サクッと自分らしい走りをしていきたいと思います。こう見えて走り出したら目が変わるんで、キラーンって。行かない部分も少し、今日予選が際敗退になってしまったので、明日に向けてできる準備をして臨みたいなと思います。とりあえずね、僕はちょっと予選走れませんでしたが、決勝レースで頑張りたいと思います。あれ、予選走りたかったね。今日はミーティング長かった。長かった。で、これからちょっと遅めの晩ご飯を上ちゃんと食べに行きます。うまっ言いたいだけだな。うまっ。実はもうこれ2、3キロ食べちゃったけど、おいしい。これからもあ、おいしいじゃない。うまっ。ロークだな。うまっ。うまっ。おっきい虫いた。そしたらね、虫との恐怖に怯えながらね、明日の本戦は今日ちょっとぶちかませなかった分、セクシーだな、見る。もう開けるとさ、インナー着てんの見えてるから。じゃあね、じゃあまた明日。明日頑張ります。朝来ますんで、おやすみなさい。今日は日曜日。今日は日曜日。昨日もですね、予選が、まあ、うまくいかなかった部分多かったので、笹原選手とともにですね、夜遅くまでミーティングしていて、長かったですね、昨日は。長かった。2人ともちょっと寝不足気味です。ということで、今日は縁起のいいね、お餅、縁起のいいお餅、僕の中で縁起のいいお餅、雪見大福を食べて、今日を過ごしたいと思います。今日の朝ごはんです。なんかね、お月見の色になってて黄色いです。かわいい。というわけで、ちょっとね、食べていきたいと思います。前回残してたけどね。え、残してたっけ。1個残してたよ。ダメだ。頑張れ。よし、いいね。あ、素晴らしいじゃん、これ。完璧じゃん。完璧の。ってやってる間にお餅がね、お餅が何にも見えない。もうデロッデロになってます。かなり溶けてますね。かなり溶けてます。ただの生クリームみたいになってなわけで、ちょっとね、ホテルからね1時間半ぐらいはかかるからね、今日何旅なんですよ。朝早くなっちゃうしね。ってなわけで、安定に
時間がやばいですちゃんとやばいですやばいですというわけで、行ってきます。雪見大福食ったじゃん。うん、若干、胃もたれ一応がちょっと胃もたれっていうかね、あれだ、あの口の中が甘すぎて、あちょっと、なんか欲しいね。俺のガム食べる。ガム食べたい。あ、ちょちょちょ、あとね、さっきテレビ見てたからね、うん、酔ったシンプルに成田トレーナーの成田トレーナーの運転がまだ甘い。まだ甘かった。甘いね。もうちょい指導が必要かもしれない。前回の都合でもしっかりご指導いただきましたね。ちょっと運転技術で磨きをかけたかけないで。ウォームアップ走行、今走ってきたんですけど、それがまたちょっと遅くて、今日もあられちゃんでシーンって、それセルフで言う。ウォームアップシーン、今から決勝スタートドライバーです。ちょっと緊張緊張してる。こう見えてこういう感じ出してる時は大概緊張してるから。サクッと走ってプクンつって気づいたら前の方にいるから。そんな感じで頑張ります。はい、レースは終わりましたが、結果的には12番手ということで、うまくいい走りを見せることができず、苦しい展開を常にお見せする形となってしまいね、非常に辛い。次が最終戦になりますが、全力を尽くしていきたいと思いますし、モテギはね、僕らチームとしても相性のいいサーキットなので、切り替えて次のレースに向けて準備したいと思います。次も頑張るよ。ありがとうございました。バイバーイ。